どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今日はハニエさんと一緒にお外で、そうです、撮影しております。どこにいるかというと新宿御苑です。さっきまで新宿御苑で G ラブのねブース出展をしていて、ちょっとそのね、あの応援団というか駆けつけてきて、皆さん一緒に会えた方はどうもどうもでしたということで、今イベントの帰り道でね、ちょっと告知動画を撮っているんですけども、はい、何の告知をするか、それは、11月11日はガズレレの日だよというお知らせでございます。知ってました？1111で、1が4本でウクレレの日じゃねえかと思ったら、ウクレレの日っていうのはもうすでにあるんです。で、勝手にガズレレの日ということに、もう数年前から勝手にですよ、制定しております。はい、で今年の11月11日は金曜日になります。で金曜日じゃあ何しようか、毎年ね結構盛大にイベントやってたんですけど、今年の11月11日はですね、まあ2年ぶりにガズレレのライブショーとかイベントがあったり、今日のね新宿御苑のイベントがあったりして、ちょっとねいろいろやってたんで、もう家で落ち着いてまったりしっとりとしっとりしっぽりと、YouTube ライブ配信をしようと思っております。なのでどなたでもいつでもどこでも、いつでもってわけじゃない、ライブ配信だからねどなたでも気軽に参加していただけます。はい、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube で生配信、11月11日の夜8時半から20時半からね、僕たちはもう乾杯しながらですね、11月11日だから11曲ぐらいは演奏しようと。何の曲をやるかはその時にチャットでね、ライブ配信ですから、みんなとこう、あ、じゃあ話しながら、そうそうそう、決めていくんだ。全部の楽譜のね、ノートはありますからね。ちょっとほろ酔いで楽しい時間をみんなと過ごせたらなということで、はい、11月11日はガズレレの日でお祝いを、世界中皆さんと一緒にしていきたいなというふうに思ってますということの告知動画でございます。はい、しかし今日のあの新宿御苑はね、天気が良くて、もうこの人出がすごいよ。本当に出てくるね、風もないし、そうそう、で紅葉もね、こうにわかにちょっとここはちょっとそうでもないけどね、全体的に見たらすごく紅葉してるとこもあったりとかして、ね、かなりあのいい気候だったんじゃないかなと思いますけど、はい、11月11日もう一回皆さんスマホのメモに入れといてくださいよ。8時半からですか、夜。仕事が帰り遅くなりそうな人は、スマホで見ながら帰宅して、まあ、そこそこの時間はやると思いますから ね。1時間ぐらいは最低でもやるでしょう。まったり、あの、ガズレレのライブ配信ってかなりまったりしてますから。はい。でも楽しい、ね。楽しい時間を過ごしていきましょうという、そんなご案内でございました。アニさんももちろん一緒に登場すると思いますよね。はい、はい、じゃあ引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくね。バイバイ。